はい、はい、どうも、ちょびりです。てことで、今日はですね、新登場パック、徹底回数、やっ。 っていいきたいと思いますというわけで本日のアップデートでまさかのこのパックが登場しましたということでこちらですよ777ミリオンキャンペーンということで777円でこのピレスですねエピックブースターのピレスと過去に登場した週間インフィア獲得できるこちらのパックが登場しましたまあというわけで今回は一体このパック購入するべきなのかしないべきなのかそしてまあこのパックの目玉選手は一体誰なのかっていうのを 設定開始していいいきたいと思います一応ね、現在こちらのキャンペーンで誰でも無料で777コイン獲得できるということでこれ結構太っ腹だなと思ったんですけれどもこのミッションのこのアチューブメントですねこちらからこの777ミリオンダウンロードキャンペーンみたいなやつをこれ全部クリアしてもらうと777コイン獲得できるんであのパックは購入できますねということでまあこちらのパックなんですけれどももう初めにねまあ、一体購入するべきなのかしないべきなのか 回数していいいきたいと思いま,すまあ、総評で言うと、まあ、初心者の方以外は僕は買わなくていいんじゃないかなと思ってますね。初心者っていうか、まあ、メンツが揃ってない方ですよね。まあ、始めたばかり、復帰されたばかりの方で、メンバーあんまり揃ってないよって方は、これ結構コスパいいんじゃないかなと思っております。777円で、この B コテのこのピレス、このピレス結構強いですし、しかもね、このベーノーシューバーとかクルセスギーとかね、まあ、これから解説していきますけれども、悪くない週刊 FP も結構いるんで、まあ まあそれを考えるとと結構いいいんじゃないかなか思ってます、ねまあ、僕的にはこのピレスをね777コインで獲得できるだけでも結構熱いんじゃないかなと思っておりますただまあ普段からね美課金だったりとかも課金していてある程度メンツがもう揃ってますよって方は基本的にするでいいんじゃないかなと思ってます、まあ、これからねこのピレスと僕がピックアップした強いと思う週刊 f p の、まあ、この商品に入ってる選手を回催していきたいと思いますので、まあ、よかったら購入するかしないか参考にしてみてくださいってことで早速ですね新登場パック徹底解説ということで ということでやっていきましょう はい、ということで、周回日比の選手から見ていこうと思うんですけれども、まあ一度ね、登場してるんで、サクッと解説していきたいと思います。まず、ベーナード・シューバーということで、この選手も結構強いですよね。ボックス、ボックス、身長173センチということで、まあこんな感じで登場したわけなんですけれども、今回このディフェンス値がね、だいぶ上がっていて、もう守備式以外は全部8を超えていきますね。こうやって見ると、まあかなり強いなって感じがするんですけれども、ボルコンも99までいきますし、パスも上手くて、決定力も79、スピードは若干低いんですけれども、瞬発は85。 フィジカルコンタクトも74ボディコンも94まであるんでこれ結構強いと思ってますねまあサイドハーフとかねウィングにポリション適性があるんですけれども僕的には CMF とか DMF まあツーボランチの片をとかで使ってあげてもねかなり強いんじゃないかなと思ってますまああんまり選手持ってない方は十分速攻でもガチスカートで使えるいい選手かなと思いますしまあ身長的にもね使用感かなりいいんでこの選手かなりおすすめかなと思ってますねはい続いて2人目はこちらクルセウスキなんですけれどもこの選手もねかなり優秀という いうかももう今の環境でで十分ガチスカットで使えるいい選手かなと思っておりますインサイレシーバーの身長1 8 6センチということでプレイサルがね、インレシなんでまあ、サイドハーフウィングってよりかは中央のセカンドトップ OMF で使ってあげた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども能力値まあ強いですよねドリブル数値96までいってボルコンは若干低いんですけれどもパスも上手くて決定力も80乗っかってきますでスピード瞬発もね90まで乗っかってくるんですけれどもフィジカルコンタクトが79ということでほぼ80乗っかってくるんですよねこれまあ新 身長もね、1 8 6センチということで、結構ボールも収めやすいと思うので、割と玄関強向きというか、最近こういう高身長系の、まあ、フィジカルもあって、ドリブルある程度こうできる選手、なかなか使用感いいかなと思ってますので、まあ、若干使用感の好みは分かれるいと思うんですけど、こういう選手僕は強いんじゃないかなと思ってますね。まあさっきも話した通り、サイドっていうよりか基本的には強いかな。セカンドトップとか OMF とかで使ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。まあ逆は精度も最高ですし、めちゃくちゃ万能なんで、この選手もね、あんまりメンツが揃ってない方はかなりいいんじゃないかなと はい続いてこちら、ホドリゴですね、この選手はね、割りと今回のパックの週刊 NHP の中でも目玉選手なんじゃないかなと僕は思ってるんですけれども、まあ、リンクホドリゴということで、登場したときもね結構話題になったかなと思います、かなり優秀ですね、まあ、プレイスタイルがリンクフォワードなんで、まあ、使うとしたらやっぱりセンターフォワードではなくて、やっぱりウイング機をですね、左ウイングか右ウイングで起用してあげた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、この能力値で若干ね、スキルバグってところあるかもしれないんですけれども、スーパーサタイ持ってるんですよね、まあ、それはかなり優秀ということで まあ先発からではなくてスーパーサブでこのウイングで起用してあげたらまあ強いんじゃないかなと思ってますまあでも先発から使ってもいいくらいいい数値してますよねドリブル数値97ボールキープは95まで行きますし決定力も90を超えてきてスピード瞬発もどっちも95へ瞬発に関しては94まで行ってボディコンも89ということでまあめちゃめちゃ使用感いいですねこの選手は僕もねもちろん持っていて実際には使ったこともあるんですけれども使用感かなり良くて個人的にはすごい好みなんでまあ、ダブルタッチを持ってますしまあ、今回の週 パパックの中でも結構目玉選手になななってくるんじゃいいかなと思まます、まあ、是非ねパフ購入した方は使ってみてみください、はいということで、ホドリでした。はい、続いてこちら、エミリアーのマルティネス見ていきたいと思います。この選手もね、ゴールキーパーまだあんまり揃ってないよって方はめっちゃいいと思いますね。公園的なゴールキーパーで身長1 9 5センチまでありますということで、まず身長がめっちゃいいですね。まあ、このプレスタル、公園的ゴールキーパー若干好みわかるかなと思うんですけれども、まあ、このノロクですよ。クリアリングはね、若干低いんで、やっぱりこれは になっちゃうというかもう少しこう欲しかったなって気持ちはありますけれどもそれ以外の数筋全部90を超えてきてディフレクリフティングが93まで行きますということでまあ、ゴールキーパーもちろんねエピックとか持ってる方は獲得する必要ないかなと思いますけれどもまあ、普通にゴールキーパー誰使おうか悩んでるとかね普通にスタンダードのゴールキーパーとか使ってる方はこのエミリアのマルチネスの方がかなり強いんじゃないかなと思いますまあクリアリングが低いと言ってもねそれ以外の数筋全部90を超えてくるゴールキーパーってなかなかいないんでまあそういうことを考えるとこの選手もね今回のパックの中では まあ、かなりこう当たり枠になってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、高身長ですし、能力的にも十分強いんじゃないかなと思います。そして最後はこちら、ピレスですね。見ていきたいと思います。まあ、今回のパックの目玉選手ですよね。もちろん唯一のエピック選手ということで見ていこうと思うんですけれども、いやこのピレスね、結構強いと思ってますね。十分ガチスカットで使えるというか、普通に課金税の方もガチスカットで使えるレベルで、個人的には強いんじゃないかなと思ってます。アーセナルから登場で、チャンスメーカーですね。身長1 8 5 戦士ととといいいうここでで、まあ、チャーメンななんでもしかしかたらねこれはは気にるる方はいると思いますポジション適正は左サイドハーフとウイングということで、まあ、これ本当はね右サイドとかもできたらめっちゃ良かったですねなんで、まあ、ポジトレとかでつけてもいいんじゃないかなと思いますけれども、まあ、左サイドハーフウイングで木足右引きなんで、まあ、切り込んでシュートとかしていくってイメージですかね能力詞こんな感じということでかなり優秀ですよねドリブル数値も全部90超えてきてドリブルは95ボルコン94までいきますしエセンもかなり高くて89までいきますねパスが上手いのもいいポイント スクラウンダーパスは8 0まで乗っかってきますし、決定力も80超えてきて、まあ、スピード瞬発ですよ。スピード95、瞬発94、キック力は85、フィジカルコンタクトは低いんですけど、ボディコン86、スタミナ96ということで、まあ、めちゃめちゃいい数値してますよね。絶対使用感いいと思いますし、この戦車スキルが優秀なのもいいポイントなんですよね。マジでめっちゃ優秀で、もうダブタワンシューワンパスルーパとかね、もうダブタワンシューワンパスルーパとか、コンカミドルとか、もうスキルがマジでとりあえず優秀なんで、まあ、スキル追加はあまりしなくていいっていう面も考えると、 このピレスはね、特にあんまり選手が揃ってない方、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思ってますね。まあ逆足あんまり使えないんで注意ポイントではあるんですけれども、まあちゃんめんは気になんなくて左サイドウィングでいい選手欲しい方は、このピレスめち,めちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。はい、ということでロベルピデスでした。はい、ということで今回は新登場パック徹底解説していったんですけれども、いかがだったでしょうか今回のパックね、個人的にはね、全然悪くないんじゃないかなと思ってますね。僕もね、もちろんこれからこれ購入も買っちゃうから購入をこうやってしていきましたけれども、まあこのピレスマジでこれかっこいい いね結構強いと思いますし、ほんと無課金とかね、あんまり戦士が沿ってない方は、まあ、777コイン貯めてですね、この戦士たち獲得するのもありなんじゃないかなと思います。ま、本当にね、かなりいい能力値してるかなと思いますので、ま、ぜひよかったら購入するかしないか参考にしてみてください。はい、こんな感じ、フットボールとか前に投稿してますので,で、よろしければコメント、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。